私の名前はシノ、11歳。ミツ、もう後戻りはできないよ。わかってるよ、お姉ちゃん。父を切った憎き武士に復讐するため、故郷を捨てて妹のミツと二人、江戸へやってきた。百姓の父と病気がちな母の4人で小さな村に住んでいた私たち。どうだ、父さんの作った米はうまいか？うん、おいしい。貧しいながらもつつましく幸せに生きていた。病で寝たきりの母に代わって毎日父の仕事を手伝い。お、二人とも上手じゃないか。争い事とは無縁の平穏な毎日を送っていた。でもそんなある日、よいしょよいしょ。いつものように父と三人で田んぼの草むしりをしていた時に事件は起こった。作業に夢中になっていた私たちの後ろを数人の侍が通りがかり。あ、こんな無礼者が。ミツが投げ捨てた草が短期で有名だった田所という侍の足元に命中してしまったのだ。袴に泥がかかったと田所は烈火のごとく怒り、うちの娘が誠に申し訳ございません。申し訳ございません。私たちは即座に土下座して自分たちの火を必死に詫びたが、田所は聞く耳を持たなかった。幼子のしたことです、どうかお許しを。貴様、誰に向かって口を聞いてやる。何度も地面に頭をつけて平謝りする父に、奴は刀を抜いたのだ。ほんの一瞬の間に父は袈裟斬りにされ。一度、ミツ、逃げろ。父さん！気づいた時には父は血まみれになって田んぼの中に沈んでいた。私たちは何とかして父を引き上げようとしたが、ミツ！次はお前たちの番だ。刀を持った田所が迫り、私たちは命からがら村へと逃げ帰った。しかし、そんな私たちをさらなる不幸が襲う。お母さん！母さん、しっかりして！父の不法で母の容態が急変し、まるで後を追うように母までもが亡くなってしまったのだ。まだ8歳の妹と11歳の私はたった2人で取り残され、奴は父さんだけでなく母さんの命も奪ったんだ。辛く苦しい日々が始まり、私たちは田所への恨みを募らせていった。そのうち私たちは両親の仇を取ろうと決心し、父さんはあれほど必死に許しを請うたのに絶対に許さない。片身の田んぼと家を売ったお金で江戸へと旅立った。復讐を心に決めたとはいえ、相手は侍、私たちは刀を握ったことすらない。この辺りで武術に長けたお方を知りませんか？まずは武芸を学ぶために腕のいい武術家を探して回った。そこで幸平という剣術家の名人がいるという噂を聞き、お願いします、私たちに剣術を指導してください。お願いします。私たちは彼の道場を訪れ弟子入りを志願した。はじめは全く相手にされなかった私たちだが、武士への敵討ちだと？結果は見えている、諦めなさい。毎日頭を下げに行った甲斐あって門下に入ることが叶った。私は鎖鎌に手裏剣、ミツは薙刀の稽古を受け。そんなことで侍相手に張り合えると思ってるのか？もう一回。はい。毎日朝から晩まで血の滲むような厳しい稽古に励んだ。恵まれた体格も力もない私たちにあったのは熱意と執念だけだった。まさかこんなにも早く一人前になるとは。それから3年の時を経て門下一の腕前になり、師匠から仇討ちの許可が出た。江戸幕府から裁可を取り付け決戦の場へ向かうと、あんなか弱い乙女が。一瞬でやられちまうよ、見てられない。そこには仇討ち話を耳にした1000人を超える群衆が集まっていた。太鼓の合図で立ち合いが始まりかかる因縁は私より出たもの、いざお相手つかまつるべし。小娘がかかってこい。私は即座に鎖鎌の奮闘を振り飛ばした。すると鎖は見事に田所の両腕を捕らえ、ど、待ってくれ、俺が悪く。いつもあの時お前に許しを請うたはずだ。その瞬間にミツが刀で奴の両腕を切り落とした。そして次の瞬間、勝負は一瞬で決した。復讐を終えた私たちは放心状態でただその場に立ち尽くした。父さん、母さん。仇は取った、これでもう悔いはない。親の仇だとしても私たちが人を一人殺めたという事実は変わらない。仇討ちを果たしたら自刃するつもりでいたのだが、よくやった、礼を言う。私もこいつに夫を切られたんだ、本当にありがとう。その時群衆が私たちの元へとどっと押し寄せたのだ。私たちはみんなに思いとどまるよう説得され、命を絶つ必要はない、亡くなったご両親の分も強く生きなさい。
その後私たちは仏道に入って人生をやり直すことを決意した。私たちが人を殺めた罪はこれから先も消えることはないが、父さん、母さん、安らかに眠ってください。これから生涯をかけてその罪を償っていくつもりだ。